たちだけがね、うゆうゆうゆう愛人をね、もみもみですよ。で、巨人軍のショートの S はね、圧力でね、テレビでは報道されなくてね、昨日も4打数2安打ですけど、私巨人戦はね、誰が巨人の人かっていうの分かんないです。だから岡本とね、ショートの S と、うん、菅野と、なんか外人でなんかこうね、アルカンタラはね、昨日はツーランでね、同点に追いついちゃったんですけど、なんか評判のいい、なんか似たような、なんか分かんないような、なんか分かんないんですけど、あとなんだ、あと石毛とか中畑、あ、違うか、あの原監督か、うん、高橋由伸は解説者、うん、だから巨人の先導は、洗脳は終わりました、私からね。日ハムですよ、今は。でも日ハムもね、その高橋由彦とかを、で、なんかキャッチャーやってたコーチですか、今も、なんか、あの、なんだ、あの、ね、なんか、セ・パ交流戦にやたら出てきたね、うん、あの、なんだかね、巨人で、なんか、巨人から日本ハムに行ったね、あ、チーンってなりましたね、チーンってなりました、12時にでもこの時計ね、進んでますんで、まあ、とにかく、一人の男性と一人の女性が早めに結婚して、こう、夫婦として貫徹して、じいさんやばあさんやと言って、子供たちと、うん、仲良くこう、ね、そうやってこう人間が増えていけばいいですけど、だ風俗とかそういったのは、クラブホステスとかにならないで、そんな大学とか行けんだったら、小学生に、中学生にこう受験勉強を教えてあげなさいよ、それで家庭教師として、そしたら家庭教師のね、父ちゃんとね、不倫になっちゃったと、バカばっかりじゃないですか、こうペタンペタンでいいでしょ、バカでしょ、このバカな男とバカな女ってのはバカなんですから。